昨日水産教室を開いたのは清水漁協持宗支所の清掃年部の4人です。教室では40年前から続くワカメの養殖について説明したり、取れたての茶色のワカメを茹でて一瞬で鮮やかな緑色に変わる様子を子どもたちに見せると大きな歓声が上がっていました。茹でたてのワカメも振る舞われ、園児たちは美味しそうに食べていました。ちょっと甘くてちょっと塩っぱくて美味しかった。あさっての日曜日には用宗漁港でワカメの即売会が行われます。